こんにちは、カントリーです。今日は、同じ、私広島県なんですけども、同じ広島県内にある、ラジコンのメーカーさんで、広坊さんっていうところがあります。広坊っていうと皆さんやっぱりヘリコプターとか思い浮かべるんじゃないのかなと思うんですけれども、私のようにですね、長くラジコンをやってる人は通じると思うんですけど、ラジコンバギーとか、オンロードカーなんかを出していらっしゃって、そういうレース活動なんかも活発にやってこられてたメーカーさんです。私自身も高校生ぐらいの時に広坊さん、およそ400メートル先、大学かな、左方向大学生ぐらいの時かな、広坊さんの製品、バギーとか、あとヘリコプターその時やってたんで、持ってたんですけれども、やっぱり途中でなんて言うんでしょう、車事業が撤退されたのかな。で、私もそれ以上広坊さんの製品って言ったら、最後がシャトル RG だったと思うんですけど、ヘリコプターが最後だったように思います。はい。で、広島にあるっていうことは知ってて、まあ、私も今も12、3年目になるんですけど、広島に来て、そういや広坊さんって広島だったよねなんて思ってたんですが、今回、ご縁がありまして、会社の方へ行かせていただけるということで、まあ別に私だからとかではなくて、ホームページの方を見ていただければ、会社見学というところがありますので、そこから広坊さん一度見てみたいなっていう方いらっしゃいましたら、そこから申し込まれて、そのホームページ見られて、会社の、ね、方のご都合とかに合わせてご訪問されたら、ご訪問されたらいいんじゃないかなと思います。距離的には半分ぐらい、走行した感じです。ちょうど、先ほど2号線幹線道路から外れて、斜めに、向かう道ですね。これは、はい、入りましたんで、ちょっと山道っぽい道になります。仕事上とかで助かるところ多いですよね。あ、この辺ですね、広坊さん。この辺りなんだけど、左方向です、その先、あ、ありましたね。ここを左に曲がると広坊さんで、はい、それでは集合時間の何分前かな、5分前になったんで、今からこう会社の方へ向かいたいなと思います。いやー、楽しみですね。やっぱり昔のやつとか見れるのかなと思うと、ちょっとワクワクしてしまいますが、早速行ってみましょう。ここですね、左側に看板が見えますんで、曲がっていきます。はい、ここかな、ここですね。よいしょ、ライブファクトリーってなってますね。ここでいいのかな、車用車用、車用、多分ここでいいと思います。はい、よいしょ。到着しました。これがチケットですね。はい、こ
これ持っていきたいと思います。はい、いいぞこれ、この辺写真撮るかいいっしょ、ね、また、はい、写真送りましょうか。 ね、ありがとうございます。じゃあね、頼むスタッフさん。うわー、これも持ってたんじゃないかな。あ、そうですか。この辺の、あの安い方のシャトルも持ってたんですよ。はい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 。その言われたプラスチックのなんか確かこんな感じだったんですけど、そうそう、まあ、黄色いバロンか青いシャトルかで途中でかあの RG っていう金属まみれのやつに買い替えて、はい、あ、はいはい、いやーこれかっこよすぎるな。これだから第1号です。これあこれが、このガゼールっていうのが第1号のヘリコプター。そうですね、ガテッドファームね、採用したヘリコプターで、まあ、テールローターが特徴なんですよ。かっこいいなこれ。これがヒロボーさんの第1号だそうです。
いや、天井にもこんなにいっぱい飛行機が。わあ、これ本当やばいな、これ。これも全部飛ぶんですか？飛びます。第1弾はここで終わりたいなと思います。続きの動画として第2弾はこの車の映像からスタートしたいなと思っております。私自身この辺がすごくなんて言うんでしょう、懐かしい感じがしたんですけど、またよかったら次の動画を見てください。この動画もし よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またツイッターもやっておりますので、よかったら文章で楽しみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。